はい、一撃で成功。さあ100ゲーム台での当たり、いいでの相談ではなく通常マギカラッシュ ART でございました。65ゲームの線、はい、500枚取りました。1550枚使ってるんで3分の1は戻しましたね。これのあと2倍 ?3 倍頑張んないといけないのか。あと2セットこれをやんなきゃいけないってなると今日の引きだと今日のポンコツな引きだとちょっと厳しいような気がするぞ。お、ローチェ。いや、これは結構ちょっと覚醒した感がありますね。ついに出し時が来たような気がします。当たったのかな。あ、引いた。連打、いいの引きましたよ。あー40か、バイプッシュしたかった。よしよし、なんだこれ、初めて見た。これは続くだろう。まずい、チャンス役、チャンス役。ダメか、60ゲームのせ。まあでもこれでまた3桁ゲームに戻ってきましたね。残りゲーム数は。おやっちゃい、いいゲーム。さあ、現状今730枚ぐらい、まあ、これで750枚近くになるか、この MB で。で
あと110ゲームありますんで、まあ、1000枚ぐらいにはなるかなと。ボーナスの当たり方次第ではもっとボーナスとかノッカーゾーンの当たり方次第では、もっといけるかなといったところですので、まあなんとかチャラが少し背中が見えてきたかなという感じですかね。まあ、とにかく早くボーナスを引かないと、出玉的にも、あとはまあゲーム数的にもね、ピンチになることは明らかなので、終わってしまうなこのままでは。でも600ゲーム内の頭の方にゲーム数振り分けが、ゲーム数解除の振り分けがあれば、フォーマセットついてくるのか。こんなうまい話ないよな。でもさあ961、とりあえずまあ3分の2ぐらいは戻しましたね、総投資の。さあ戻るか、あるんじゃないの、これは。これはあるんじゃないですか。3セット選ばれることってそうそうないでしょ。初当たりで3セット選ばれることって多分、確か。お、チャンス目で10ゲーム、お赤い、しかも。やったー、多分ワルプルですよね。あ、ボーナスチャンス目当選ってことかな。ようやく当たったよ。ビッグボーナスでございます。いやー、ようやく当たったボーナスが。わけがわからない。終わりそうです。1231枚、もう一丁。あー、ないないということは、100ゲーム内のゲーム数解除の可能性も結構薄いということですかね。一応目が、回しますけどね。一応回します。ボーナスタイプで狙ってもいいような気もするんだけど、プラス500枚ぐらいまでをね、とりあえずは。ただ、まあ、一応通常 ART には入っているんで、ただ1回だけだからな。凱旋の赤縄とかもね、簡単に引ける日は引けますからね、あの設定関係ない役もね。そう考えるとどうなのかな、これは。またちょっと200ゲーム台を消化してみますか。
そこまで消化すると残り時間も考えると結局パチンコになりそうな予感ですね。さあ、スイカ2回分。応援、応援なし。頼む。まだまだ。はあ。2回目の分はまだ、あ、まだ結果出てねえのか。あ、どっちにしろだね。どっちにしろですな。ああ、でも。よし、ようやく13の3ですね。これで25ゲームだと思う、これ確か30耐えたら当たりだったよね。いやー、まあダメだよな、これだとな。いやー、あとちょっとだったな。多分25ゲームだ、耐えたんですよ。25ゲーム目に3回目が来ちゃったね。あ、ここも耐える。チャンスか、マジチャレだ。これはいただいたんでは、あれ発展になっちゃった。あー、大丈夫大丈夫、これは大丈夫だ。よし、ここで仕留めましょう。外れて、あー、ゲットしない、ゲットしません。もうゲット、弱い。今回も長いよ。あー、引いた。また25ゲームだ。また25ゲームか。頼む、お願い、頼む、お願い。ダメ。あー、ちょっともう時間的に窓まぎじゃないね。さあ、どうしようかな。窓かまぎか、悪くないような、そうでもないような。ちょっとこれといって、まあ、なんだ、通常 ART ぐらいですかね。ただそれも1回だけだし、で全然ね、1回しか天国上がってないのかな、はっきり分かったのか。なんでまあちょっと時間もないんで、ボーナスタイプに移動します。藤子を打ちます。とりあえずここで一旦こいつはおしまいです。さあ、藤子に来ました。818枚で流したのか、投資が1550枚、1550枚で818だから、まあ、700枚ちょっとかな、のマイナスですね。で、今からその分を巻き返していきたいところですが、
果たしてどうにかなるんでしょうか。この台が、ビッグ4のレギュラー4かで、ゲーム数が、2000ゲーム弱なんで、まあ、500分の1ですね。ボーナス、ビッグ、レギュラーともに250分の1ってとこがボーナス出現率、まあ、設定値より低いぐらいですね。設定値内部確率より。ただここはあの3台フジコあるんですけど、稼働がねまだ外もしてなくて、この台だけなんですよね、まともにしてるのが。あともう2台は当たってない、まだ当たってないのと、もう1台が1回だけしか当たってない。なんでまあまだ当たってない台打った方がいいんじゃねえのとも思うんですけど、可能性という意味ではね、まあ、そんなに変わらんかなと。少しでもいい台をね求めていくっていうのはまあ当然なんですけど、ここまでその粘ったということは、まあ、同じ人が打ってたらの話ですけど、この台を2000ゲーム近くまで粘ったということは、何かこうボーナス出現率は悪いけど、他に何かこう引っかかる要素、気になる要素があったから粘ったのかなとも、まあ、前向きに捉えれば思えますんで、なのでもしかしたら何かこうレギュラー中のキャラだとか RT 終了後の、まあ、キャラというか画面というかだとか、そういうのでちょっと粘ってたのかなということで、まあ、これを選んでみました。引ける気がしないのは藤子のデフォルトですからね。これは仕方がない。じゃあなんで打ってんだっていう話でもあるんですけど、面白いんですよね本当にね。藤子って設定1の確率に届かせるのもなかなか難しいんですよ。この機種設定1より下があるんじゃないかと僕は疑ってるんですけど、設定0とか 0.5 とかマイナスっていうのはね、さすがにね響きが悪いんじゃないと思うんですけど、設定0ぐらいだったらありえなくもないと思う。っていうぐらい当たんないんです。たまに1台その1より当たってないとかっていうんだったら分かるんですけど、島にある台大体その1に届いてないっていう日も多々あるんで、そうなると本当に、まあ、前台1だったとしてももうちょっとまともなボーナス出現率の台が出てきてもいいんじゃないかなと思うぐらいにダメなことが多いから、まあ、そう考えるとね、藤子本当不思議な台です。それでも面白いから打っちゃうんだけど、そういえばこの動画が流れる頃にはもうホールに入ってるんだが、入ってるかもしれないんですけど、なんかルパンシリーズの最新作が出るという話を聞いてて、それがなんか純増5枚の区間があるとかなんとか、 MB とボーナスをなんかうまいこと使ってやってるっていう話をねちょっと噂で聞きましたけど、果たしてどんな仕様なのかといったところなんですけど、純増5枚っていうと5号機史上最高の出玉スピードになるんじゃないですか。瞬間的な目で見ると、あと6号機が適合したっていう話も聞いてて、それは6月の上旬かな、話聞いたのは6月の上旬に6号機が適合したっていう話を聞いて、まあ、どこのメーカーのどんな機種かっていうのは
詳しくは分かってないんですけど、それもなかなか出玉スピードが速いということも聞きましたね。やりようによってはやっぱ今までの AT 機かそれ以上のものは作れるぞということですね。1日単位で見て、まあ、ゴッド系とか、まあ、あとは絆とかああいうのに代表される AT 機ほど出るかどうか、あそこら辺はあの頑張れば営業時間中に2万枚も狙えるからね。それぐらいの出玉性能を秘められるか持たせられるかとまた話は違うんでしょうけど、瞬間的な目で見ると、5号機も 5.9 号機も6号機も、まあ、それおあこれは熱い揃うのか斜めベルがっかり。まあ話が途中になっちゃいましたけども、5.9 号機も6号機も出玉スピードの速い機械は作れるぞってことですか。さあこれで2000枚入ってしまいました。で800枚ちょっとなんで流したのが、まあ、1200枚弱のマイナス。8スローじゃちょっと残り時間考えると厳しいね。結局パチンコかという話になるんですけども、でもノルマがある以上はね、それをクリアを目指すのが番組のあるべき姿だと思いますんで、移動するかいつもの台によいしょ。来ました来ました、スペシャル音。どっから狙うか、右でちょっと決めてみようか、それとも左から楽しもうか。左から楽しもうかな。滑った時点で当たりです。バーがまだわからない、まだわからない、まだわからない。これダメだね。あでもわかんない、そうね、まだわかんないです。はい、あーローだ。お、再始動は？あ、行きました。あの通常デメが止まる一番役だったのかな。化け？化けですか、もしかして。ここに来てレギュラー。ここに来てのレギュラーですか。お、なんか珍しいキャラ紹介。わ、滑ってきたけど、まあでも惜しい位置によるか。残念でした。もう時間がないんでやりましょう、いつものやつを。一発逆転狙いで、あ、綺麗に回ってます。いや、すごい回ってるぞ。よし、来た。早速来ました、2段目あるぞ、これまさに一発逆転。あ、悪くない。あ、いいよ、すごい、すごい。あー、マジか。あ、これは良くない回り方だけど、行った。あ、早かったね、今ね。もうそろそろ決戦の時っていうって思ってから勝負決まるまでが早かった。くそー、球がなくなる。あー、なくなった。終了です。雨模様ですね。そうですね、寒いですね。もう梅雨ですからね。梅雨だから気持ちも結果も、残念残念、また負けました。2200枚使って
818枚なんで1382枚のマイナスでございます。2連敗です。2連敗ですよ。あれ、ね、5連勝3連勝目指してたのに、ちょ髪イケイケにしてきたんだけどな勢いがね、勢いはあったんだけど髪の毛だけだったね。そこに頑張りすぎちゃった本当。なんかやっぱね、一回負けたじゃん前回で、うん、そこでねちょっとなんか今回もかなってちょっと朝思っちゃったのがいけなかったのかもしれない。あーそれ良くない。なんかそれが大に伝わったのかもしれない。気合が足りなかった。そうだ、やっぱ前向きな気持ちでよっしゃ勝つぞっていう気持ちが足りなかったんだ。はい、まあ、ということで連勝また重ねていこうというね最初だったんですけど、残念。裸にさせるとかいう勢いどこ行っちゃったんですか ね目標が高すぎちゃったかな。ちょっとね見せ場という見せ場も特になく、うん、そんなにまあゼロではないんですけど、うんうんうん、なんでちょっとね残念でした。残念、そういう日もあります、うん、次頑張りましょう。そうだよね、そんなブルーな気持ちになるとまたブルーになっちゃうからじゃあちょっとハッピーにしましょう。そうだね、うん、2500枚マイナスでもないんで、まあ、私物プレゼントもなしということです、うんうん、なんで今日は何にも差し上げない何にもない、何にもなし、普通の回何にもないんで、ちょっと取ってください、タスキ取ってください。なんだかんだ言う前に、なんだかんだ言う前に、はい、あ、取ってもらいまして、今日ね朝も言ったんですけど、なんかでかいんですよ今日。でかくない、絶対ピシッとしてる服だから。いや、その服のせいかもしれない、服のおかげって言った方がいいかもしれない、ね、おかげでせいではなくおかげって言った方が正しいかもしれないんですけど、なんか最近ほらなんかダイエットしたりさ、なんか舞台だかなんだか分かんないけど、ね、役作りかなんかのためにちょっとお痩せになられたじゃないですか。痩せましたね。その影響がね、思わぬ余波を余波じゃないよ巻き起こして、ちょっとだからどうかな、高橋梨沙子どうかなと思ったんですけ ど, ど, ちょっと復活してきた感じがあるんですよ。普通に体重戻りましたせっかく痩せたのに戻ったって。そうだから、それでまたあの女性のシンボルがねシンボルってなんかそんな言い方、帰ってきた高橋梨沙子みたいな噛むなよ、そこ噛むなよ高橋梨沙子みたいな感じになったんで、ちょっと初心に帰って連敗したことですし、うん、ちょっと横向いてもらおうかなと思って懐かしいな懐かしいな、何もないってわけに終われないじゃないですか番組って。私言ってよかったですね。なんか一つは盛り上がりがないと思うねやっぱり、はい、はい、じゃあお願いしますなんか恥ずかしいな、大丈夫大丈夫大丈夫、俺見てないからほら見てんじゃん撮れた、もう一回もう一回何これ、じゃあじゃあ正面向いて、正面向いてください、まずは。じゃあ、はい、こっちの方がいいかな、背中向けた方が、あ、いきますか、じゃあ、はい、あ、いや、こっち向こう、こっち向こう、髪の毛だな、やだ恥ずかしい、髪の毛ちょっとわざと戻してる、恥ずかしいから、じゃあ後ろやってやだすぐ終わるから、はい、ちょっとだけだからめっちゃ笑ってる、ニヤニヤしすぎたな。じゃあ3、2、1で横向こう、はい、3、2、1、はい、はい、ね、これ何が面白いのに、いいね、いいですね、今ギャラリーもみんな笑顔ですよ、雨なのにみんな笑顔ですよ、こんなボケなかなかない、大体みんなどんよりするんだから俺負けてるしさ確かに、あ、いや、いいエンディングになりましたね新人の田中君ももうニコニコだからもう今までも緊張してね、ずっと顔こばったのに、カメラどうしようかなってこうやったのに、もうニッコニコですよ、素晴らしいよかった、こういうのいい仕事って言うんだろうね。そうだ、私の役目は今日これが、ね、高橋さんもいい仕事した、あ、よかった、はい、僕もあなたに負けないように頑張りますんで、はい、じゃあ次回、はい、頑張ってください。次の、戦いはどこで行われるかちょっとねまだ分かりませんが、なんとか頑張ってきますんで、ぜひ次回も応援してください。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。